は青木です。今回はですね、私は2年ほど前からカイロダイエットをですねやっておりまして、でそのカイロダイエットのやり方とかはまた別の動画の方で紹介をしておりますので、そちらが気になる方はちょっとそれを見てください。今回は結果の動画です。はい、まずはですね、1年目の結果動画はもうすでに出ていまして、2年目の結果なんですが、こんな感じで、体重だけをひたすらつけております。で、ほとんど結果らしい結果っていうのもないんですが、もうシンプルです。去年の10月9日からスタートしてます。10月9日からスタートして、で、これは体重のグラフが青のこのラインなんですが、それに対してここの真ん中のラインを今入れてあるんですが、これ赤で書いてあるこのライン、これは体重54キロですね。54キロはこの赤のライン、こんな感じで、ね、10月から2週目というか2年目をスタートして、でずっとこう、ね、変わらないんですよね。結果を言ってしまえばもう変わらないという話なんですが、11月にちょっと落ちてるところはあるはあるんだけど、12月でちょっとやっぱり、大体もうこの54キロのラインで、ほぼ決まりっていう感じで。で、多分この上下してるのは、女性の皆さんならわかるかと思うんですが、生理のサイクル、1ヶ月のこのサイクルで、体重が増えやすい時と落ちやすい時ありますよね。多分そのぐらいの感じなんですね。なのでこうキープしてまして、でこう下の段に行って、ここ、1月なんですが、1月もその辺は変わらずで、で3月になってここちょっと上がっちゃってるんですね。この中心のラインが54から 54.5 に上がっちゃって、 0.5 キロ上がっちゃってるんですね。これは多分これが原因じゃないかなって思っているのは、カイロを3個貼っているんですが、この時期ちょっと暖かくなってカイロを2個とかに減らしてるんですね。あるいは暖かい日だったら1個にしたりとか、でその辺があって増えていく。で、ここ5月に来て、もうこの辺はもうカイロほとんど貼ってなかった時期なんだけど、ここは全然参考にならない話なんだけど、具合悪くなって食べれなくなったんですね。まあ、つまり体重を落としたかったら食べないのが一番落ちるじゃないかっていう話になっちゃうんだけど、で結局こんな感じでカイロダイエットの2年目の結果ですね、こんな感じになっております。でこれを受けてなんですが、私カイロダイエットの動画はやり方の動画が1本目で出してきて、でその次にやってみた結果、1ヶ月半ぐらいやってみた結果っていうのを2本目に出してたんですね。でその後そのまま継続して、4ヶ月ぐらい続けてみた結果っていうのが3本目の動画で、これがカイロダイエットの1年目で出した動画でして、で今この出しているのが4本目の動画なんですが、この4本目の動画が、その2年目ですね。あったかい時期はやらないので、ちょっと涼しくなってきたかなっていう時期からスタートして、まだ肌寒いぐらいまで続ける。だから1年のうち大体半年ぐらいとかだと思うんですが、このカイロを使ってですね、本当にただ貼るだけっていうのをやってまして、でただ多分そのちゃんとダイエットしたいんだったら、食事とか、あとは適度な運動とか気にしながらやるんだったら、多分もっと効果は出るんだろうけど、ちょっとその辺をちょっとじゃなくて頑張れていないから、こんな結果になっていると、つまり変わらないっていうね、この結果が出てるんですが、ただここでこの3月にちょっと増えちゃって、その増えちゃったのをキープしてるっていうところを見ると、やっぱりやめたら逆に太っちゃうんだろうなっていう、そんな感じがするので、やっぱり続けて。今年はですね、この3年目に入るわけなんですが、一応3年目もどのみちカイロを貼るのに変わりはないので、体重そのままつけて、でまた結果がなんか
出るんだったらその出たタイミングで1回動画を出したいなと思っていて、で、まあ、去年からその半年やってみ、まあ、今年の5月ぐらいまでのこれは表なんですが、で、あの結果が特にそこまで思わしいものが出なくて、まあ、こんな感じで、半年分ぐらいこうやってね、あの出すようになるかなっていうふうに思います。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。